こんにちは。お疲れ様です。即歌塾のコウです。今回の気になる男補足動画はですね、まあ先にね、返信動画が来る前にこうやって補足動画を撮るようになってるんですけども、リレー動画の意味っていうことについてお話ししようと思います。まあリレー動画の意味っていうのは最初は動画のアップロードがなんかね、ちょっと気合が入んないっていうかね、モチベーションが上がらない方のために、あじゃあ誰に話してるのかわからないんだったら、ちょっとやる気にならないってことだったら、私が必ず返信をする。私が必ず動画を見る。 ここれだっったらどううですかっていののがことの始まりなんですよ。まあでもここで終わるんではなくてね私はリレー動画をこう続けていくためには絶対にねあの効果がないといけないと思ってるんですよねその効果っていうのは動画一つ一つに学びがあること気づきがあること発見があること変化があること成長があることまあつまり得をさせることなんですよ誰に得をさせるか少なくとも動画をこうやってやり取りしているお相手には 毎毎回毎回得をしてもらわひい,い,ない,ない,いてはこれが特定の誰かにあげているリレー動画ではなくて誰が見るか分からない、まあ、無料コンテンツ一般の動画に対しても誰かを得させるっていう意図でもってずっと出しているわけなんですよね、まあ、ですんでグたグたとおなんかまとまりのない話をしてねはい終わりっていうものをやるつもりはないんですよ必ずどっかにメッセージエッセンスを詰め込んでいます特に動画1本には1つのテーマは必ず盛り込んでるんですよね なるほどそういうことだったのかとかねあ確かに参考になるなとあそれ俺のことだよみたいなねそんな気づきがあれば幸いだなと思っておりますその中でもリレー動画っていうのは明確に相手の意図が分かるんで何に困ってるのか何をどうしたいのかってことが分かっているんで私は効果を出しやすいわけなんですよつまりリレー動画っていうのは相手のためにやっているっていうところがまあ最大値ですよね そのために結果として自分が相手の意図を汲み取って相手の方が目的としているものを達成させ続けることに貢献できるということのそのトレーニングをしているつもりなんですよねつまりは私とリレー動画をやっていると売り上げが上がるんですよそれをね今回もタカさんと一緒にやってきて幾ばくか証明できたんではなかろうかなと思いますもちろんそうやっているとあ久保さんの教育を直に受けたいなとかねあと久保さんのお リレー動画の相手としてちょっと立候補したいなって方も出てきます。ね。その中で、私が誰にリレー動画の相手として選ぶかっていうのは私の胸三寸なんですよね。今のところ申し込まれた人とは全てに対してやっていますけども、不思議なことにね、勝手に離脱していくんですよ。ですんで、今回200話を超えるような気になる男シリーズをやってますけども、まあ、タカさんからの報告によると、コンスタントに売り上げが上がってるよっていうことだったんで、 じゃあ100話あたり例えば30万円の売り上げが上がるとしたらじゃあ月間でで話をやっってていけば30万がコンスタントに行きますすよよねねことなんですよ、ね、その上でですよタカさんが他の方とのリレー動画に同じ目的を持ってすればタカさんの売り上げはまあ倍になるかなとそして3倍にもなるかなっていうところ相乗効果が生まれていてあとは100話で30万ではなくて80話で30万とかね50話で30万みたいなそんなパワーも出てくると思いますしそれから集客力もね 徐々につけていくっていうことも考えていかなくてはいけませんよねさあそしてまとめるとねあの無駄なやり取りはさせないこと言ってみれば時間の無駄コミュニティにこのリレー動画っていうのはなる可能性があるわけなんですよ一番良くないのはどっちにも売り上げが上がらないこと次に私とタカさんが仮にやってるとしたらねまあ実際やってますけども私に売上が上がるんだけどもタカさんに売り上げが上がらないことこれも避けなければなりませんで次にいいのは さんにに売売り上が上上上げがががって、私に売上が上がらないことね。これでもいいんですよだって合計でどっちかに売り上げが上がっていればこのリレー動画っていうのはそのままプロモーションになってるってことですからねそして最終的には2人とも売り上げが上がるここまで来るとリレー動画はもう終わらなくなりますまあもともと私と吉田さんっていうのはこの億万長者合シリーズをはじめとするリレー動画をねやっているまあ対価なんですよもう数年の単位でやってますよねもういつからっていうのか分かんないぐらいです じゃあこのリレー動画のやり取りの中で生まれた金額は何十万か何百万かっていうところなんですよね。もしかしたら1000万に到達しているかもしれません。しかしもうそんなことはね、あの、吉谷さんのやり取りの中ではほとんど意識されずに、ただやってるだけなんですよね、もうね。ただやっていれば私と吉谷さんのやり取りっていうのはそのままプロモーションになって、集客になって、そして販売につながるという、特に成列期間を設けなくても、どこかで誰かが私たちの発信している情報の中から、即可塾やドリームアカデミアってものを、 気がついていただいて、そして商品のことを気がついていただいて、それに対してお問い合わせをいただくっていう、本当にね、セールスしないのに売れるっていう流れが作れていくわけなんですよね。まあ、その一つとして、えー、私がね、断るごとに、タカさんの YouTube アカデミーって話を出せば、セールス期間中じゃなくても、何がしかのお他の視者さんへのね、アクションにつながるんではないかろうかと思いますよね。はい。で、まとめてこれを例えて言うと、私とタカさんがね、ファミレスに行って、2人でね、 お、このコーヒー美味しいよねとか、そのステーキどう美味しいみたいな感じで話し合ってるんですよ。その、なんかこう話し合いがとっても興味を引くやり取りなんで、周りで見ているファミレスの関係ないお客さんが、わ、美味しそうなステーキだな、美味しそうななんか飲み物だな、こっちも注文しようかって感じで、注文の連鎖が起きるって感じですかね。まあそういうふうなことをイメージして、楽しみながらも目的を忘れずにやっていくことかなと思います。で、売り上げが上がればね、 やめらられなくなくりますからね。いろんな意味で。というのがこの「気になるオトク」シリーズをやめれば売り上げが上がらなくなるってことになりますからねやっぱ少しでも新しい方との出会い新しい方のニーズに気づくためにはこういったリレー動画を他の方ともねやっぱやっていきたいなと思いますしそれから今度はタカさんへの課題になりますけどもじゃあタカさんは誰かとこのねリレー動画をやっていてお相手の方の売り上げを立てることが できているでしょうかそしてこれからやるつもりでしょうかみたいなところも同じように問われているんじゃないかなと思います、うん、あの集客教育それから販売っていう経路があることをご存知だと思いますけども言ってみればリレー動画に参加しますよっていうのはこれ集客が成功したってこともあると思うんですよそしてやり取りっていうのは教育なんですよね誰に対して それは動画を見てる方、皆さんに対してなんですけども、一番はリレー動画の相手に対する協力あの教育になるわけなんですよ。だからこの動画によって、お送りするお相手を育むことができたかな、っていうふうに考えた方がいいですよね。そうすると、ワントゥーワン動画ですから、お迎えの人も、リレーを送る相手の人も育むこともできるし、その流れ玉として客観的に見ている人も、 あなるほどね。ちょっと得したわ。人のやり取りの動画見ていて、混乱得すると思わなかったらもう一回見よう。みたいなね。常連動作が起きてくるってことになります。その先に、じゃあこの人たち、どちらかの、うん、直接教育を受けようかなっていうのが、販売しない販売につながっていくってことかなと思いますよね。はい。えー、補足動画をお送りしました。リレー動画をやってる方はね、いま一度、その意味に対して、うん、真摯に向き合ってみると、ちょっと変わったやり方になるのかなと思います。以上です。